どうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。全部教えて、こんにちはでございます。こんにちはでございます。今回ですね、小泉進次郎さんですね、に関してと、あと昆虫食というところのお話をしていきます。マグマグニュースっていうのがあるんですけれども、そこで、記事があったんですよね。はい。で、何かって徳島県の県立高校で、コオロギあるじゃないですか。虫の、鳴くやつ。オスが、リンリンって鳴いてる。羽こすり合わせてるんですよね。あれ鳴いてるというか。で、まあ、それの、そのコオロギの粉末を使った、カボチャコロッケですね。それを練り込んだカボチャコロッケが給食で出たと。で、まあ、みんながそれを食べて、まあ、まあ、美味しいですとか、言ってるところがあるんですよ。で、この小泉進次郎さんって菅政権か。その時に、環境大臣って言ってさ、まあ、結構推進してたりとかっていうのがあるんですけど、まあ、小泉進次郎さんといえば小泉純一郎元首相の息子さん。で、兄弟では俳優さんですね。がいるところなんですけども、まあ、小泉公文とか、結構名言で有名って言うんですけど、で、まあ、その人が、昆虫食を、推進するところとかが、まあ、推進してたりするんですよ。なんでかって言ったら、まあ、環境に優しいからだと。で、昆虫食を、昔からっていうか以前から推進してる人たちっているんですよね。で、同じタンパク質を作るとしても、まあ、要は家畜、あるじゃないですか、豚とか牛とか、鳥とか、あれに比べて、同じそのタンパク質量を作るとしたら、コオロギとか昆虫食の方が、はるかに、環境負荷が少ないっていうことなんですよね。うん。で、水もほとんど飲まないし、と。うん。っていうところで、それ、これから食糧危機とかが起きたりするときに、昆虫食が、使われてくるんだろうと。いうふうに、いろいろ推進してる人たちもいるんですけども、まあ、それに絡む話です。はい。で、内容ですね。題名です。小泉進次郎が国民に迫るセクシー昆虫食、コオロギ給食、炎上で不安の声、日本の食文化が破壊される、子供がかわいそう、食育上の問題もっと、食育上の疑問だ。で、11月28日ですね、徳島県の県立高校で試験的に食用コオロギの粉末が学校給食として提供されたことがネット上で大きな話題となっていると。で、昆虫食が、先ほどの話です。環境への負担が少ない、栄養価が高い、生産加工がしやすいなどメリットがあるとされていると。で、従来の農作物では森林を伐採して環境破壊につながり、畜産は鳥インフルエンザなどのリスクがあるため行き詰まっている。これ行き詰まってんのかな、実際。まあ、いいや。まあ、後々話します。で、そんな食糧危機の救世主として注目されている昆虫食だが、一部の支持者を除いて抵抗が多いのも事実。本当に昆虫食が普及するんだろうかって。で、ネットの声ですね。気持ち悪い、まっぴらごめん、普及を阻む親世代の根強い抵抗感。で、報道では、昆虫食が肯定的に伝えられているが、やはりネットの声を拾うと抵抗を感じる声が大多数。で、気持ち悪い、まっぴらごめん。でエビに似て美味しいというが、そもそも虫が口の中に入っていると思っただけで耐えられない。で、粉末にしたからといって虫を食べているという抵抗感は消えない。子供がかわいそう。今学生じゃなくてよかったなどと昆虫食をかたくなとして受け付けない人が多い。で、ちなみになんですけど、コオロギあるじゃないですか。このエビに似てっていう話が、美味しいっていうセリフ、意見があるんですが、実際私コオロギ食べたことあるんですよ。うん、これ過去動画でも一回言ったかな。爬虫類博、埼玉新都心で行われてたんですけれども、そこで、食用コオロギが、もう、売ってるんですよ。もうコオロギまんまなんですよ。で、そこに、うまい棒みたいな、たこ焼き味とかっていう、シーズニング粉があるんですけど、それを、かけて、美味しくなりますよ、みたいなので。で、あと、コオロギはコオロギだけで食べるんですよね。そしたら確かに、確かにね、まあ、乾燥してるんですけど、パッサッパサなんですけど、エビの味したんですよ。だから、同じ甲殻類だからですよね。だから、確かにね、エビの味はしました。はい。ただエビの味したんですけど、うん、エビの味はするんですよ。だけど、エビの方がうまいっす。うん。やっぱ、プリプリとした食感とかだと、身ですよね。だから、なんつうかね、パサパサしてるんですよ。とにかく、虫なんで。で、環境負荷が少ないって言って、水をあんま使わなくてもって言うじゃないですか。要は水分が少ないんですよ。で、水分が少なくて、タンパク質が多いわけですよ。昆虫って。
うん。で、それなんで、タンパク質が多いからタンパク源になるって言うんですけど、その、パサパサしてんだよな。ええ、まあでも確かにエビの味、エビに似た味はしますけど、エビではないですね。ええ、はい。で、まあ、その、現行のね、昆虫食の価格が高かったり、昆虫を大量に飼育するシステムがまだ確立していないため、普及するのは無理だろうと悲観する人も多い。悲観してないんじゃないの別に。あ、そう？だから、そもそも、食べる気がないんじゃないですか。この意見言う人は。で、巨大匿名掲示板2チャンネル創設者で実業家のひろゆきさんですね。ひろゆき氏は、昆虫食で食料危機を補おうと考えてる人はみんなバカ。現行の農耕牧畜より生産的にする方が早いのだと完全否定してる。まあ、これはひろゆきさん確かに言ってましたね。昆虫を育てて、わざわざ、食べるぐらいだったら、昆虫ってすると草とか、おからとか、なんだっけ、野菜のね、切りくずとか食べるわけだよ。だったら、人がそれ食べればいいでしょ。いちいち育てて、それをいちいち取るって手間もかかるし、コストもかかるんだから、だったら、虫を食べるんじゃなくて草とか食べればいいじゃんっていうのを、ひろゆきさん言ってるんですよ。で、ここで、動物性タンパクの話が出てくるんですけれども、その、草を食べたコオロギが動物、その、タンパク質コオロギが自分の方をタンパク質にして、コオロギ自体がこの植物性タンパク質を取ったコオロギが動物性タンパクに変わるから、動物性タンパクとしてコオロギが取れるからいいんだっていう意見があるんですけれども、実験結果で、その植物だけを食べてて、で、この体の中、胃の中に、植物性タンパク質を、炭水化物を、タンパク質に変える菌が、いる人がいるとかって、まあ、この辺りちょっと話すと長くなるんですけど、まあ、そういう人たちもいるっていう話をね、持ち出すんですけども、まあ、そういうのがあったりとかして、まあ、ちょっと否定してるんですよ。で、ビル・ゲイツさんですね。ビル・ゲイツが昆虫食に投資していることから、昆虫食を洗脳させて人儲け企んでいるのではと。付属層だけが肉を食べて、庶民は虫でも食べとけというプロパガンダだなどというヘスも飛び交っていると。で、ここから小泉進次郎さん出てくるんですよ。環境推進派の、小泉進次郎が昆虫食義務化の危険もって言うんですよね。お？はい。で、そんな炎上状態の昆虫食騒動の中、改めて注目されているのが、元環境大臣、小泉進次郎議員の昆虫食パフォーマンス。そうなの、昆虫食パフォーマンスしてるんですよね、この人。で、環境大臣時代には悪名高き、はい、これです。レジ袋有料化。これを実現したことで知られる彼だが、あ、レジ袋有料化されてさ、実際私あれなんですよね、スーパーでレジ袋もらってんですよね。うん。買ってる形なのか、有料化して。ええ。で、ただ、私の近くのスーパー、なんかさ、バイオマス資源を、何パーセント以上でしたっけ？使うと、まあ、再生されるみたいな形で、無料なんですよ。有料じゃないんで、だから私行ってるスーパーね、レジ袋無料なんですよ。だから無料なんでもらってます。はい。で、知られる彼らが大臣を辞した後も、ビーガン食や食料廃棄などの問題に取り組んでいる姿が、SNS で伝えられている。これさ、レジ袋有料化ってあれ、終わんないんですかね？結局やっぱりもう一回有料化しちゃったから、儲かる人たちがいるから、あれか。まあ、結局その、袋とかそういったもののコストを消費者に転換したようなもんだよね、これね。でもレジ袋欲しいよ。うん。だって、袋いちいち持ち歩かないやろ、のび太くんじゃねえしよ。うん。まあ、っていうか、それでなんだっけ、あれ、ほら、ストローとかプラスチックのやつが有料化とかさ、いちいち言ってるけどさ、あれでどんだけの、その環境回復に、なんか効果があるのかってのもどうなんすかね。あんまりないっていう話ですよね。で、そんな環境にうるさいとされる彼の最新の興味があろうことか昆虫食だというのだと。で、今年4月、これ撮ってるのが2022年の12月1日なんですが、2022年の4月には、近畿大学の大学院生である昆虫食 YouTuber カズキ氏と、インスタライブでコラボし、コオロギやカイコンを食す様子を配信。何やってんだろうね、この政治家は。で、さらに5月には、その、和樹氏を招いて、議員会館で、竹部新議員らと共に昆虫食を頬張りながら、俺、今、食べてると、新たな名言を残している。これなんか、俺、今、食べている感じとかって言ったんだよな、確かな。で、以前も食べていたはずの昆虫を、あたかも初めて食べるかのように食べてみせた小泉氏は、やはりただものではないのかもしれない。食ったかな。しかし、レジ袋有料化を推し進めた上に撤回されることなく全国に普及させた、進次郎の行動力を見くびってはいけない。
で、菅首相ですね、が、あの、首相退任してから不遇が続いている進次郎氏だが、変に実行力のある、小泉氏のことを必ず昆虫食を全国の学校給食に取り入れたり、それは昆虫食の義務化まで実行するに違いないつ、違いないかな、そこまではやらないんじゃないですかね。うん、でも学校給食に取り入れてみようっていうのは、もしかしたらあるかもしれないですね。で、これ理由があるんですよ、ただ。私が思うのは、これ何かって言ったら、地産地消とか、地域の食べ物を、こう、給食の中に取り入れるっていう運動で、結構学校給食の内容に、その、地域のものがあるんですよね。で、なんていうかな、その土地の名物を入れるんですよ。うん。だから、川魚とかで有名なところだったら、その川魚を使ったものが、ナマズとかかな、とかがあったりとか、あとね、茨城県の方で、船の甘露煮とかがあるんですけど、その船の甘露煮、ほら、船って食べないでしょ？食べます？皆さん。それを、こう、給食で出てきたりとかっていう風にやったりするらしいんですよね。で、これを、例えばその、長野県の方とかで、蜂の子とかさ、虫食べる、あれで、バッタじゃなくて何だっけ、イナゴか。イナゴの佃煮とかもあったりするじゃないですか。だからそれを地産地消って言って、地元の食べ物って言って、佃煮をね、出すっていうこともあるかもしれなくて、で、そこからこう、バーって広げるか、まあ、可能性としてだよ。可能性として。っていうところですね。はい。で、まあ、実行でもしないんじゃないかね。で、レジ袋有料化にも懲りない男は、懲りない男ですね。こんなところで再び実行力を発揮することがないように祈るばかりだ。で、昆虫食で日本の食文化が破壊される恐れ。で、本当に昆虫食が普及するのか。で、今回のコオロギ給食は、コオロギ給食ってすごいよね。違うでしょ。給食の中にコオロギの粉末を使ったカボチャが出たっていう形だって、コオロギ給食じゃないよ。だからコオロギ給食って言うと全部の食事がみんなコオロギで固まってみてじゃん。もう主食の米の中にコオロギ炊き込みご飯があって、で、コオロギ、何ステーキ何コオロギはあれか踊り食いか違うでしょ粉末だから。コオロギ給食じゃないよ。すげえ、鉄人とかいんのかなもう、パッと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 飛んでるやつに醤油垂らして食べちゃうみたいな。そういうのいるんかね。で、高校での試験的導入だったが、今後、小中学生の給食に昆虫食が本格導入された場合、日本の食文化が破壊される恐れがある。うん。で、戦後小麦粉を売りたい米国からの強制による学校給食へのパン導入によって、日本でパン食が一般化したのは周知の通りだった。で、またそれに対するカウンターとして、米飯ですね、給食を推進する運動があったことを覚えてる人も多いだろう。うん。で、給食はその国の食文化を左右し、だからこそ多分に政治的な要素を含むものだ。で、食育基本法制定後の2008年で改正されたってバーっていくんだけど、はい、で、ここですね。我が国や各地域の優れた伝統的な食文化について理解を深めることを謳っている。だから日本でも、蜂の子やイナゴの佃煮など一部地域を中心に昆虫食文化は存在するが、決して一般的とは言えない。うん、そうですね。食べてないです。で、コオロギなどの昆虫食は、果たして学校給食として本当にふさわしいのか、冷静に考えなければならない、子供の頃に培われた味覚は生涯続くのであるっていうところなんですよ。はい。で、ね、結論から言うとね、給食にコオロギは出ないと思います。うん、義務化はされないと思います。だって、今、というか、これ不思議なんですよね。で、SDGs とかってこうやってるんですけど、その、で、培養肉とかもいろいろ研究されてるじゃないですか。で、昆虫食に、その、小泉進次郎氏がやったりとか、あとはその食料危機問題とかで昆虫食って言ってるんですけど、そもそも日本って、歴史を振り返るとその昆虫食だけじゃなくて食料問題、戦後ですよね。戦後の食料がない時にアメリカからこうアメリカザリガニ連れてきたりとか、なんかブラックバスとか、ブルーギルとかですよね。で、あれ外来種を放置してるじゃないですか。で、あれって、まあ、要は、生命力が強くて、そう、食用にもともとしようとしたらしいじゃないですか。で、うちの父親なんかは、昔、やっぱアメリカザリガニとかを川で取ってきて、で、食べてたらしいですよ。で、食べて、で、あれをすりつぶして、鳥の餌にするんですって。そうすると、すごいいい卵を産むっていうのを言ってたんですよ。だから、その、じゃあ食料がないですって言った時に、昆虫に行くかって話ですよ。
だって、他に食べるものっていっぱいあるじゃないですか、やっぱりなんだかなで。で、見た目が、あのさ、スーパーで並ぶこと想像してみ？給食で食べてるってことは、それが一般化してるものだから給食に並ぶわけですよ。わかりますかね、これね。教育のためだとか言って、いきなり、この、昆虫食をバーンって出して、でもスーパーに並んでないって言ったら、給食で食べたことはあるけど、普通、普段の生活で食べたことないってなっちゃうじゃないですか。うん。で、食文化っていうのは、何も給食だけ で培われるんじゃなくて、今はその日常の食べ物として出てくるものなわけですよ。うん。で、パンが輸入されて食べられてたんですけど、別に学校給食が原因でパン食が普及したわけじゃないですよね。パンって、まず普通に美味しいじゃないですか。で、まあ、いろいろアメリカとのね、関係性とかもあって、パンがどんどん輸入されるようになったりとか、あとはケチャップとか、ソースとかね、そういうのもそうなんですけど、単純にパン好きですよね、みんな。日本人って。あれ、パン、だからさ、パスタとかもそうですよね。美味しいでしょ？で、食品っていうのは確かに日本の伝統食であるんですけれども、こう世界中がこう今流通で繋がってる時代で、いろんなものが各国のさ、タイ料理だとかさ、アジアン、まあ要は、まあなんか、あれだよね、タイ料理もそうですけど、中華料理、で、フランス料理、イタリア料理って言ってさ、で、あとベトナム料理とかさ、で、ロシア料理とかもあるし、ドイツ料理とかもあって、で、アメリカ料理ってなんだろう、バーベキューなんかな？うん。ことなのかな。まあだからいろいろこう入ってくるわけですよ。で逆に和食が世界に広まったりもしてるわけですよね。じゃあその中でいろんなものは淘汰されたりとかして残ってるわけなんですけど、その食料問題だからといって、じゃあいきなり昆虫にするかって言ったらそうはならないよねってことです。他にいっぱい食べ物が出てくるので、例えばじゃあ、魚がね取りづらくなったと、そしたらブラックバスとかブルーギルとかを食べるようになったりするんじゃないかってことですよ。わざわざ、昆虫をと持ってくることないんですよね。で、その、スーパーで昆虫がじゃ並ぶのかってことですよ。ここに、鶏肉コーナーがあって、で豚肉コーナーがあって、で牛肉コーナーがあって、たまに羊の肉もありますと、ラムとか。で、そこの横に、コオロギが、こうやって姿で置いてあるか。いや、これはないでしょっていうことです。うん。ね。で、じゃあその、佃煮とかが惣菜で置いてあって、買うかな？買うかね？ちょっと高いぐらいだったら、鶏肉とか買うよ、買わないですかってことです。で、それをちっちゃい頃から給食に、その、コオロギとかを、出したところでみんな食べるかって言ったら、まあ、残すでしょうね。給食。うん。残すよ。だって、もしそれが普及してるんだったら、今頃みんな食ってるもん、やっぱり日本で。と思うんですけど、どうですかね。こんだけさ、長い年月かけてやってるのに、家畜として残ってるのは虫じゃなくて、やっぱりさ、鶏だとか牛とか、で、世界最初の家畜って羊だったっていう話じゃないですか。うん。そういうふうに、やっぱりこう、集めやすくて、で、大型で、で、こう、まあ、割合簡単に育てられる。うん、で、加工もしやすくて、何より食文化っていうのは、見た目とか、風味とか、美味しさっていうのが出てくるので、コオロギがいくら、そのエビに似て、ね、美味しいって言ったところで、エビの方がうまいし、他の肉食べるじゃないですか。うん、で、コオロギ食うぐらいだったら我慢するよって人たちもたくさん出てきそうなんですよ。うん。で、私卵食べらんないで、卵食べてないんですよ。あ、それはそれで全然生きていけちゃうので、で、食料危機か、その栄養補助としてっていう話なんですけど、なんか人口に対しての世界の食料っていうのは足りてるんですよね。ただ政治的な話で分配が回ってないだけ。だから食品ロスとかを減らすことの方が先でしょ、進次郎さんってことです。で、まあ政治家なんで考えてることは簡単なんですよ。進次郎さんが何らかの利益になるからこそ普及してるんですよ、これ。例えばなんかちょっと奇抜なね、ことやって自分は環境大臣だみたいにやって、そういった団体から票が取れるとか、あとはなんかこう自分の顔を売るために他の議員はやらないじゃないですか。昆虫食推進だとかさ、レジ袋有料化だなんてアホらしくてやんないんですよ。やんないんだけど、それをやって顔を売ってくっていうスタイルができちゃうのが、小泉進次郎さんなんですよ。だからそういう意味では確かに行動力は高いですよね。高いんですけど、うん、学校給食でさ、近畿大学がさ、昆虫食研究っていうけどさ、近畿大学さんもっとちゃんとやってたのが、あれだよね、
あの、近代マグロ。うん。あの、マグロのね、完全、なんだっけ。あれだよ。だから卵からさ、やってって、完全養殖。うん。あの、近代マグロって美味しいらしいじゃないですか。スーパーでも並んでたりするらしいですね、西の方では。そういう風に、じゃあ昆虫食を研究って、研究するのは構わないけど、実用化としてはどうかねってことです。ホエープロテインとか大豆プロテインが出て、ある中で、コオロギプロテインって出るかって言ったら、どうでしょうかね。普及するとしたら、まずアメリカからじゃないですかね、それが。あの、ボディービルの、聖地というかね。あっちボディービルでやっぱ有名なんで。はい。だからそのトップレベルのボディービルダーとかが、コオロギプロテインを使って、もうめちゃくちゃムキムキになったと言うんだったら、もしかしたらそのコオロギのタンパク質の有用性とかっていうのが、出されるかもしれないです。あんなね、コオロギ慎二郎さん、あ、コオロギじゃない、コオロギ慎二郎さんじゃねえよ、間違えた。小泉慎二郎だよ、間違えた、怒られちゃうわ。コオロギって言ったら、小泉似てるから、コオロギって言っちゃったよ。コオロギ慎二郎さんじゃん。うん。小泉慎二郎さんとか、あんな議員がね、俺今食べてるとか言ったって、普及しないっす。しないっす。よく議員の人たちってさ、パフォーマンスでそれを食べて、なんか普及しようみたいに言ってる人いるけど、あれ別に、そんな効果ねえかな？あ、食ってんのあいつかぐらいですよ。なのでね、まあ、そんな普及はしないんじゃないかなと思っております。もうね、誰がやっても無理じゃないですかね。だいたい給食に義務化とかって入ったらさ、世論が黙ってないでしょ。なんで食べ物を、義務化させられなきゃいけねえんだってことですよ。うん。給食って栄養士さんがさ、こう考えてさ、作ってるわけで、わざわざコオロギを使う、必要性が見出せない以上は、食文化っていうのは食べられればいいわけじゃないんで、そこの土地のもので、自然で出てくるもので、で、みんなが普段、親、兄弟、子供たちみんなが食べてるような感じで、伝統的な、脈々と受け継がれてきて、これ美味しいよね、あれが食べたいよね、これ気候に合ってるよね、これ食べるとふるさと思い出すなっていうような、この食の文化なので、日本人が、昆虫食をやってこなかったわけで、これを食文化を壊そうとしてもね、なかなか食文化ってのは壊せないです。なかなか壊せないです。まず第一に見た目。あと、嫌じゃん虫。うん。夏場出てくるでしょ、ひょこ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 っていう。不快な害虫ですよ。あいつがね、頭の中にいる以上ね、ちょっと難しいと思いますよ。昆虫は。だから、まずは不快害虫をどうにかしたら、変わると思います。はい。そんなわけでね、ちょっと小泉さんが、なんか、パフォーマンスでやってるらしいんで、今回ちょっとお話しさせていただきました。ぜひですね、ご意見いただければと思います。あと最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあね、バイバイ。